そのだけばレース展望です。この時間は4月20日水曜日の展望を行ってまいります。解説は競馬ブック北野ぼあさんです。こんにちは、いらっしゃいま。お願いします。さあ、今日は3日間連続開催、で開催、4月はね、もう最後の週になるんですけども。半、うん、らしい、まあ、いいお天気でしたね。そうですよね。うんえー、もう、あのー、の暑いぐらいですもんね。そうですよね。うん、まあ、結局夏日に到達ということだったんですけども、はい、馬券の方は。 前半は結構73万バケンと出ましてね、うん。ありましたね。ありました、ね。後半は360円っていうのもありましたんで、まあババとしては時計は割と早い感じでし早、ね、かったですね。はい。C1 のとこで30秒台でしたもんね。えー、考えると早いなと思いますね。えー、まあ客室的には前有利なレースが続いてるんで、ね。そうでしょうね。はい。はい。まあそのも結構続いていくんでしょうか。では明日です番組準レースを行われます。今日メイン競争11レースと10レースの展望を行っていきます。 まずはメインの若草特別からですこちら4歳以上の B1 の一戦です1 4 0 0ル頭数9頭ですでは北の坊さんの印確認しましょう 8番、盈進響、き本命打たれています、前走3ヶ月ぶり、10キロで解消でしたね、うん、これね、前回、マイナス10でしょ、これ、戻ってきたときはね、えー、マイナス20ぐらいあったんですよ、<あ>リフレッシュからね、がれ、えー、て戻ってきて、これ、一体どうなるんだということになってたんですけども、うん、まあなんとかマイナス10まで戻して、えー、それでも半信半疑だったんですよ。はい でもあの勝ちっぷりですからね、これはもう性能が違うなと、そんな感じがしましたね、能力の違いで。そうですね今回もまだ、この馬本来の馬体の張りとか、この威圧感とか、そういうのは出てないんですけども、前回よりはまだマシなのかなと、きのうおととですか、馬屋でちょっと張られてましたから、馬見たんですけどね、この間よりマシですね、あれだったら前回、あれだけ走ったんですからね。 まあ大丈夫だろうと。五十七の経験もありますからね。ええええ、うん、まあ、とにかく力がありすぎます。このあ <laughs> りすぎ。はい、今後ね、本当の調子になったら、また楽しみになるの。そうなんですよね。あるということですよね。そして、対抗がリバのトリニティノットですね。前走後位差し、今後は四秒後ろ離しました。まあ、レースが上手ですよね。うん、で、千二千四距離も問いませんし。で、この、まあ、二戦目で。 大崩れしたあとは、ねはい、ずっと入着に来てるんですよね、ね相手なりに堅実に走,走りますし本当、うん、いつの間にか主役、張れる馬、まあ、ど,どのクラスでもねそういう感じになりましたよね、うん、ポイントとしては、えー、57でしょ、うん層えー、4走前か、この時四4着にちょっと崩れてるんですよね、えー、そこだけだと思います。うん そこだけがポイントとというところですね、うん、分かりました3番手評価4番のマイティバローズっていらっしゃいます前走スタートで5としんがりから5着まで追い込んできました、うんまあ、これはねやっぱり、あのー、スタート出遅れたのは痛かったですよね遠進、うん、響との差がコンマ6でしたからね、うん、ちょっと致命的な差になりましたからね五、うん、分に出たとしても逆転まではどうなのかなとは思うんですけどもでも体調自体はいいですからね、うん、まず 伸びぐねるということはないと思います、うん、きっちり自分の足は使えるはずですはい。えー、そして4番手評価23角が1番のエイノスケです小級戦になります前数は距離延長1 8 7 0ルで勝ってまたこの専用の舞台へという馬ですね、うん、前回ちょっとかかってたんでね、うん、それ考えると専用の方がいいのかなという感じもありますよねあ、うん、まあいつの間にかねこのまま走り出しましたからね、うん うん、やっぱり調教動くようになってそれも結果が出た,出たのかなという感じがしますよね。ああまあ、これはね、昇給になりますけども十分圏内やれると思いますね、うん、ここでも、はいえー、そして白三角2頭ですがまずは3番のモズファボリートですね。うん,うーんまああの 久しく買ってない、1年半ぐらい買ってないんかな、で,ね、でもこれも A2 に入ってから買ってないんですよね、B1、うん、に下がれば話は変わってくるのかなという感じはありますよね、えーえー、ま久々ですけども、まあ、そこまで太め感はないと思います、うん、動ける仕上げ、量は乗ってますんでね。えーえー まあいきなり走れてもいいんじゃないかなと思ってます。はい、高級馬です。そしてボーイット後ろ三角が6番のクイーントゥープルです。ここ2線は17,1870。これシンガリ中間着の7着と続いていますが、うん、いかがでしょうか。調教通り走ってくれればね、もっとやれるはずなんですけど。動きも、ね、とにかく、うん、とにかく追い切りは動くんですよ。うん、だからもうね、きっかけ一つでもっとやれると見てますんでね。うん、まあショートスになりましたし、ここらでうまいこと。 なんか不調の兆しを掴んでくれないかなと思います、うん、はいわかりましたでは解明フォーカスもご覧いただきましょう3連服の軸二等流し8番2番から空いて1番3番4番6番で組み合わせ4点もう8番2番も中心でというそうですねあの両馬ともまず三着を外すことはないだろうなと、うん、そういう感じはしますねはいわかりましたメイン競争の格差特別は4時15分発送予定です次は十レースです 四歳以上のシーツの一組千四0メートル戦です。印を確認しておきましょう。本命七番のミスターサンド打たれています。休み明け高級の前奏七着叩き二層目になります。前回の場合はね、うん、買った前段流が強すぎて。はい、もうずっともうぴったりマークで息が入れなかったんですよね。うん、だからまあ、あんだけ負けちゃったと。うん、そう見てますんで、二層目ですからね。で、追い切りも動いてますし。えす、ー、べてにおいて上積みあり。うん ほとんど楽逃げという感じもするんですよね、はい、だからまあ逃げ切りまでやっていいと、うん、そう見ましたね太閤、はいえー、さんもアイムクリエイター打たれています6ヶ月の休み明け高級前回やっぱりね前田流が結局前潰してくれたのでこれも展開向いたんですよねそ,、うん、それだけにどこまで信用できるか微妙なところはあるんですけども。うん でもこれも叩き二層目ですからね、悪くなってることはないですからね、うん、あるのは全身ばかりなんで。はい。うん、まあ調教の動きから見ても、当然あれ以上があってもいいなと思ってます。はい、全身ムードということで、三番で評価、黒三角が六番の。ネイプルスイエローです。まあ、後ろから足を伸ばす競馬、続いてここに線は二着三着まで来ています、うん。まあ前走時計もまずまずですしね、とにかく足は使えてます。で、このも本当はね、火曜日。 のレース使う予定だったんですけどもメンバー考えてこっちに移ったんですよ火曜日が強いということでね確かに今日,今日の火曜日だったらねえーワールドタキオンが勝ったレースだったんで相手、強かったんですよねだからこれはここにスイッチして正解なのかなという思いはありますね。 4番で評価二十三角8番のララパピヨンドメル、中央から転入して6戦目、入着前後の競馬、いている馬ですねこの2走は、ね、内枠がダメだったのかなと合わなかったのかなという気はしましたね、うんはい、4走前、勝った時が外枠ですからねちょうど同じ条件になりましたので、うん、すっと前に行けてうん、まあ、砂かぶらず、気持ちよく競馬できれば、変わってくる要素は十分だと思います。うんはい えー、そして白三角ですがこちらが2番明神フォーランですね。うん。うん、まあ、相手なりにはきっちり競馬できますんでね。もう1列2列前で競馬できればううんまだ前進あるんじゃないのかなと思ってます。うん、ちょっとスタートが甘くなってるのが気がかりですけどもね。はい。えー、そしてもう1頭の白三角5番の大隅カムイ前走を買って同条件57キロが好、まあ、位から早め抜け出したということでしたけどね。いかがでしょう。好調ですよね。うん。 うん、結局、この馬のポイントは57、これ57初めてなんですよね、はい、まこれをどう克服するかでしょうね、うん、まあ調子がいいことは確かなんで、まあ、3、4番手からすっといいレースはするとは思うんですけどもね、うん、あと追い出して、このプラス1キロがどう影響するかですね。うん、はいということで、印確認しました。でではこれを踏まえての解明フォーカスです 競馬ブック北野ボんの印です。馬福で7番から2番、3番、5番、6番、8番ということでミスターサンド、まあ連の軸という信頼ということで、ねうん、そうですね。はい。はい、このことに印を打っていただいています。10レース4歳以上の C2 の1組1400メートル戦です。発走時刻は3時40分となっております。 さあ3日間の連続開催、デイ開催も4月、これ、もうナイターですもんね。い、えー、よいよナイターということで、ナイターになると、どうですか、臨戦過程としてはトラックマの方も変わってくるんですかいや、まあそんなことないですけどもね、朝長き終わってから、ナイターの時間がちょっと長いんでね、これをどないしようかなと。はい まあ半年間ぐらいね、はい、このモードに突入していきますから、ねはい、また白も白もないだという形になります。のでね。でねはい、はい、皆さんご注意いただきたいと思います。それからあの前売り入場券がないとね、ゴーデンウィーク中入れないということですので、うん、そちらの方もご承知ください。この時間の解説競馬ブック、北ロボあずしさんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。そんな競馬ご覧の日程で続いていきます。お楽しみください。